小ミユンはサンリオでデザインされたキャラクター。公式サイト内の特徴では不思議系に分類される。2015年にキャラクター開発。2018年10月にサンリオピューロランドデビュー。青井翔太による貸切イベント、翔太とキキララのキラキラフェスタでパレード出演もした。またミラクルギフトパレードの前座に一押しキャラクターとして小ミユンの ライブキャラクターが登場していた時期もあった。2019年2月6日から LINE ライブでの配信を開始。月1、2回のペースで不定期に配信されている。6月18日にはショートアニメが限定配信された。全24話、同年11月20日から全国のサンリオショップでグッズ展開が開始された。2020年12月には公式 YouTube チャンネルが 解説。過去に放送されたアニメの配信や曲のカバー動画等が投稿されている。2021年7月7日には、XR 技術を搭載したショッピングアプリ、小気味運のお店がリリースされた。設定は2019年現在のもの。この節の出典は特に記載がない限り、およびから、小麦粉の要請でちょっとしたことですぐに散ってしまう儚い性格。 語尾は、ユン。将来は、おにぎりになりたいと思っているが、まだおにぎりを見たこともない。現在は、旅に出た祖父に代わり、小義務工房の管理人をしている。エビフライエビフライの小義務ニスト。周りからは、エビちゃんと呼ばれている。みんなのペットで、いつも小義みうンの傍らにいる。他のキャラクターと違い、喋ることはなく、エビという鳴き声のみである。小義みうが小さい頃、 迷子になりお家に帰れなくなった時に助けてくれた。うさぎさん小木ミユンとエビフライが散歩中に出会った小木むうのようなうさぎ。以降、小木ミユンたちと共に行動するようになる。小木ミゆン小木ミユンの弟的な存在。語尾は、ミゆン。祖父の手紙に感動した小木ミユンが涙を小麦粘土に落としたことによって誕生した。いちご新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞には2018年より参戦している。第33回は、小木ミゆンが新人賞を受賞したほか、小木ミゆンとその友達がベスチューティームアワードを受賞した。第34回は、ジュニーを28位から19位に飛躍的に上げたことにより、ホップステップジャンプ賞を受賞した。第35回は、目標にしていた15位よりも、 上位の13位にランクインされ、ベストランキングアワードを受賞した。また、イチゴ新聞に届いた票のみを集計した、イチゴ新聞ランキングでは、トップ10位入りする快挙を見せた。また、この回は、コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が、相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日に、 かけて、スピンアウト企画の、チップで投票リターンズが、サンリオショップ各店舗で開催され、サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、小気味運は28位であった。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年より、サブキャラコンテストが開催されている。第3回のサブキャラコンテストでは、うどんさんが22位にランクインされた。第4回は、 1> 第1回第3回までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストで小気味ユンのサブキャラは上位20キャラクターに該当しないためノミネートしていない。第5回のサブキャラコンテストではエビちゃんが8位、唐揚げ兄弟が36位にランクインされた。ありがとうございます。